はい、じゃあ選択肢の検討に入っていきましょう。すべてこの節数というのがついてますから、これにちょっとね注目して、今日は節数を完璧にしておきましょうか。はい、皆さんこんにちは。皆さんの英語学習を動画で楽にする実践系英語 YouTuber 坂金社長です。今日も元気よく TOEIC パート5の形式の問題を見てまいりましょう。今日扱う問題はこちらの問題です。まず最初の単語は drastically です。 drastically というのは徹底的にとか思い切ってという意味の副詞なんですね。語源はドラスティというのが行動を表しまして、それの副詞形ですから、行動的にというのがまあ語源ということになります。何か行動に移す時というのは思い切らないとできませんよね。ですので行動的にという語源から思い切ってとか徹底的にという意味につながるということなんですね。好きな子に告白する時とかそうですよね。行動に移すの結構思い切らないと無理ですよね。振られたらどうしようみたいなね。で、drastically の形容詞形は drastic なんですけども、これが抜本的なとか根本的な徹底的なという形容詞の意味になるんですね。 take drastic measures って言ったら抜本的な対策を講じるという意味なんですね。 drastically は副詞、 drastic は形容詞、一緒に覚えていきましょう。次が attempt です。 attempt というのは名詞で試みという意味なんですけれども、 tempt の部分が試みるという意味を語源に持つんですね。そして前の at の部分、 at の部分は何々をという意味が語源ですから、何々を試みるというところから、まあ、試みという名詞が出てきたりだとか、動詞でも attempt を使うんですね。例えば attempt to 不定詞であれば、不定詞することを試みるという意味になります。はい、ということで attempt 名詞では試み、動詞では試みるでした。次は get rid of です。 get rid of というのはもう非常に有名な熟語でして、何々を取り除くという意味なんですね。これはもう品質の表現ですから必ず覚えるようにしましょう。最後の単語は inventory です。 inventory というのは在庫品という名詞なんですね。語源は invent の部分が偶然見つけるという意味でして、 ory の部分が物ですから、偶然見つけたものというところから在庫品という意味につながってるんですね。 invent という動詞がありますけども、それは発明するという動詞ですよね。あれも偶然見つけてる感じですよね。なんかいろいろ試してるうちに、あ、いけたという感じで発明が起こりますよね。ですので invent、 偶然見つけるという語源から発明するという意味が出てきてるんですね。はい、ということで inventory、 在庫品でした。はい、それではこの問題、京都の自社スタジオから京都一わかりやすく解説を加えてまいりたいと思います。それではまいりましょう。 Smith Fabrics has drastically reduced its prices。 ちょっとここまでで切りましょうか。はい、まず文型を取ると SVO という第三文型になりまして、 has 過去分詞という現在完了形の間に副詞がちょっと割り込んできているイメージです。はい、 Smith Fabrics、まあ、こういう企業名でしょうね、大文字で書いてあるのでね。 Smith Fabrics という会社が、はい、drastically 思い切って、あるいは徹底的に値段を削減した、値段を下げたんですね。はい、値段を下げる、ちょっと語彙力増やしておきましょうか。 reduce、 言い換えると lower、 これで下げるという意味があるんですね。 low、 低くするって感じですかね、より低くするというのは lower。 だから過去分詞に合わすとすれば lowered となりますけどね、 lowered、 こんな感じです。はい、ちょっと一緒に覚えておくと語彙力増えてラッキーですよね。はい、ということで Smith Fabrics は思い切って値段を下げたんですね。こ
この It というのは当然このスミスファブリックスという会社を受けています。その値段を下げたんですね。はい、何の値段かというのが前置詞たす名詞で、就職後としてプライシーズという名詞を就職しています。冬服の値段を下げたんですね。はい、なぜ下げたんですか。 In an attempt、 attempt は試みでしたね。試みの中で下げたというんですから、これは下げたという動詞にかかっているので副詞の括弧に入れておきましょうか。はい、試みの中で下げた、つまり試みにおいて下げた、試みて下げたんですね。何しようとして試みたのかというのは to 不定詞で就職されていまして、こうです。はい、 get rid of、 何々を取り除く、処分するということですね。これ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 を処分しようとする試みにおいて下げたんですね。つまりこれ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 を処分しようとしてっていうことですから、ここの部分言い換えるとすれば trying で言い換えられるでしょう。これ trying to 不定詞で、これだけ分子構文という意識で見たらいいんですけども、 trying to 何々何々しようとしてというね、分子構文で書き換えられるのが in an attempt to 不定詞、 trying to 不定詞ということになります。言い換えね。はい、じゃあ何を処分するのかということなんですけども、ここに入れるのがこのインベントリーという在庫品というのを就職するようなものを入れたらいいんですよね。はい、じゃあ選択肢の検討に入っていきましょう。すべてこのセスというのがついてますから、これにちょっとね注目して、今日はセスを完璧にしておきましょうかね。エクセス、これが余剰の余ったという意味なんですね。で、このセスというのはこれ行くことを表すんですね。行くことで、 X は外でした。で、外に行っちゃうということは中にとどまってないので、何かはみ出しちゃってる感じなんですね。ですので余剰在庫って言ったら、売れる在庫がこれぐらいだとすれば、そこの外へ行っちゃってるわけですから、処分できる以外の部分じゃないですか。だから余剰在庫品ということになるんですね。これで、はい、いいですね。余剰在庫品を処分しようとして値段を下げたということですね。通じます。 OK。 次、このアクセスの悪の部分はどこそこへという意味なんですね。 to、 英語で言えば to に相当します。だからある方向へ行くことっていうことです。アクセスはね、だから接近とかいう意味ですよね。アクセスがいいとか悪いとか言いますよね。これまあ接近、近づくことです。はい、だからちょっと違いますね。次、プロセス、プロは前へ行くこと、ね、ここで言いましたよね、単語の時に。 reduce は後ろへ導くから削減する、減らす。 produce 前へ導くから生産するというのを言いましたね。プロは前でした。 produce のプロと一緒ですね。前へです、はい、前へ行くことですから、これが終わったら次、これこれが終わったらこれということですから、これプロセスは過程ということでしょう。合わないですね。過程在庫品っていうね、合いません。はい、ダメ。次、recess、 これはどうでしょうか。 re というのはこれ後ろへでした。後ろを表した、はい、だから後ろへ行っちゃうことですから、これね休憩ということなんですね。ちょっと休憩入りますって後ろへ下がっていってる感じですよね。店の奥の方に下がっていって、はあ疲れたというね、休憩する、そういうのが recess なんですね。はい、ということで余剰在庫品ということですから、 excess inventory ということで、答えは A ということになりました。はい、それでは知識を定着させる音読コーナーに入ってまいりましょう。Smith Fabrics has drastically reduced its prices of winter clothing。 ここまでちょっと一気に言っちゃいましょう。ここまでで何々の値段を下げたというね、ひとまとまりの意味がありますよね。で、その理由、何々しようとしての部分がこの塊ですから、 In an attempt to get rid of excess inventory。 はい、これで一気に言っちゃいましょう。はい、じゃあ前から意味確認。 Smith Fabrics は劇的に下げた、思い切って下げた、徹底的に下げた値段を、冬服の試みて余剰在庫を処分しようという、ね、そういう順番ですね。はい、さらに言うと、もう日本語に変換しなくてもこの英語を見ただけで意味が取れるぐらいまでね、なるように音読頑張っていきましょう。はい、それでは音読スタート。
Smith Fabrics has drastically reduced its prices of winter clothing in an attempt to get rid of excess inventory. Smith Fabrics has drastically reduced its prices of winter clothing in an attempt to get rid of excess inventory. Smith Fabrics has drastically reduced its prices of winter clothing in an attempt to get rid of excess inventory. Smith Fabrics has drastically reduced its prices of winter clothing in an attempt to get rid of excess inventory. Smith Fabrics has drastically reduced its prices of winter clothing in an attempt to get rid of excess inventory. Smith Fabrics has drastically reduced its prices of winter clothing in an attempt to get rid of excess inventory. Smith Fabrics has drastically reduced its prices of winter clothing in an attempt to get rid of excess inventory. Smith Fabrics has drastically reduced its prices of winter clothing in an attempt to get rid of excess inventory. Good job! 今日の英学習お疲れ様でした。英語の学習を始めたばっかりの方で英文を見てもなかなか理解できないという方はいらっしゃるんじゃないでしょうか。それもそのはずです。英語と日本語では語順をはじめ英文法がまるっきり違うんですね。文法の基礎から応用まで丁寧に解説をしたミルセンで一緒に学びませんか。サカキンと一緒なら学んでいけそうと思ったあなたはいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。そして今日の感想などをコメント欄に書き込んでいただけると非常に励みになります。 With Sakakin, to master English is easier than you think. See you in the next video.